さっき夕方 NMB 見てくれてた方いますか？なんか今回メンバーがさ発表されない形だったからね。可愛くない？これ、あ、この時間でインスタ加工しといてよかった、忘れてた、明日のせようか。そう、馬ここにあんで、これまでさこう郵送で送られてくると思ってなかったんやけど、すごくない？なんかこれをかぶってなんか 2,3 分前からスタンバイしてて、もう全然当ててくれなかったのでなかなか脱げなくてずっとこれかぶってた。これビリビリもある。そうなんかね、いっぱい送られてきてたの、台本とかスケッチブックとかすごいお手紙みたいなまで、そう書いてくださって手書きで今回の台本と使用予定の小道具を同封しておりますのでご確認くださいませっていうのをしっかり手書きで書いてくださって、いい紙をこれいただきました。すごくない？スケッチブックのペンも入ってるかなと思ったけどペンは入ってなかったマッキーやったからよかったけど、太いマッキー唯一の、そう使ったスケッチブック、夕方 NMB のキャプテンっていうアタオカがついた。今日はこれを使って配信しておりました。すごいよね、でもこういうので配信したりとか。あ、そう、虫どこ行ったやろ。あ、え、虫おる。あ、忘れてた虫の存在。やばい、今からの収録やばいな。ほんまや、虫のこと忘れてたわ。え、虫、ねえ、やばくない？虫ほんまに山やねんけど田舎すぎてさ、多分エアコンから入ってきてるねんな、多分ね。エアコンからしか入ってくる場所なくない？だって、そう、虫なんかちょっと止まってるわ。動き出したらもう私は死んじゃいそう。今からちゃんと音取り虫なんかあんのに大丈夫かな。あっ、充電がない、充電しないと。うん、全然ムカデとかじゃない、そういう系じゃない、なんか飛ぶ系、カメムシのでかいのみたいな。あ、歩いてる、やばい、気持ち悪い、すごく服かわいい、嬉しい、ちょっとエリタってた。ワンショルワンショルっていうかキャミみたいな、ちょっと入れるんやって。今日はずっと家の中にいるので庭にも今日出てないわ。こんな感じ。これ一応さ結構長くない？そう、この辺まであるんです。今日はだからパンツスタイルです。これはどこやっけな、自由とかじゃない多分。うん、兄ちゃん今日馬やからなんかピンクの服とか着られてもうやん、だからちょっと緑にしてみただけそう、手だけです、カーキ系のにしてみた。それでも塗っとく、ちょっとなんか口がすごく乾燥しておる。ダンソン、うん、壁なんかそうね、これさ去年の誕生日の時にさ貼ってたやつ、なんかもう本当は全部剥がしたんやけどうまく剥がせる自信がなくて剥がしてないね。シール貼っちゃったのはマジでちょっとよくないよね。まっすぐ折れない、まっすぐ折れない、まっすぐ折れない。
切ない。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さん。あれ、流行ってた時、ほんまに全種類全部覚えてた。結構長いのあるじゃないですか。全部。全部覚えてたで。リバー。テンション高くね。多分さっき夕方の MV でいっぱいいろんなこと喋ったから。やと思う。あ、倒れた。なんかめっちゃ鳴るやん。あ、なるほどね。これ。画面が倒れちゃう。ネックレス見れて、これ多分ね、いただき物なんよね。だからどこのか分からへん。なんか怖い。アクセサリー立てというかのところにかけてたから、あ、これいいと思って今日女の子がくれたやつかな、確か、うん、怖いくない。ちょっと時間マジで見とかな、ほんまにやばい。美容院向けない、そうなんですよ。美容院はさ、いいみたいなだったからさ、行こうかなと思ってたけど、またダメね、ちょっと。まあでもね、外に出ること自体がね、怖いもんね。ちょっと何時まで、半前には絶対に終わらないと、ちょっとお仕事なんです。そう、自炊とかしてます。今日昼作った、今日はチャーハン作りました。しかも自分で食べたのはそのあのチーズチャーハンってやつ食べたんですけど、作って、そう、なんかお姉ちゃんが仕事前に食べるのに、なんか2人しかおらんかったから、その時はだからお姉ちゃんにはなんかあんかけチャーハンみたいなの作ってあげました。そう、美味しかったよ、めっちゃ両方。なんか適当に作ったんよ。なんかレタスがなくてどうしようってなって、なんか結局なんかじゃあちょっと洋風にしたいと思って、自分のチーズとか入れたり、なんかバター入れて焼いてたりとか炒めたりとか美味しい、めっちゃ美味しかった。うん、器用じゃないよね、ほんまに不器用。卵焼きとかも多分綺麗に作られへんと思うそう、10回ぐらい練習したら作れるかもしれへん。そう、練習しないとね、何でもできないタイプなんですよ。ウーバーイーツしてほしい、持っていこうか、いくらにしようかな。料理は愛情です、いいこと言うね。馬の被り物は暑かったですか。え、暑かった、マジでめっちゃ蒸れてた、やばかった。今はめっちゃタケノコの天ぷら食べたいんですよ。すごくタケノコ大好き。なんか旬のものみたいな食べたくないね、旬の食べ物食べたい。今皆さん夜ご飯食べましたか。私今日はサバでした。サバとごぼうの天ぷらもあった。ごぼうの天ぷらと大根とかなんかのやつ、おかずは食べた。お、割とみんな健康的な時間に食べてますね。そうやな、なんかさ、お昼ご飯食べた後さ、もうあ、じゃあ今日夜何しようかなって考えへん。が今までやったら、あ、じゃあ次、じゃあ午後から仕事頑張ろうとかやったけど、キムチうどん美味しそう。
なんかね、ご飯のことばっか考えちゃう。そうやんな。餃子とチヂミ食べました。最高やん。餃子いいね。私昨日餃子食べました。あの大阪やと天天あるじゃないですか。あの餃子が超好き。ちょっと高いけど。チヂミいいよね。サバは塩サバが一番うまい。わかる？今日塩サバやってね。前髪伸びたの？嘘を切ったんですよ。前髪切って前髪作った。前髪作りました。なんかあんまね、短すぎる前髪は好きじゃなくて。前髪いい感じ、嬉しい。ちょっと量増やしたい。でも美容院でちゃんとしたのは調整してもらいたいなと思って、軽くしかやってない。美容院行けるようになったらやってもらおうかなって。でもほんまにさ、どんどん色が抜けてくるからさ、どんどん茶色くなってくるんやけどね。でも美容院の人に絶対市販のでは染めないでくださいって、髪がマジで痛むのでやめてくださいって言われた。はいって今は言うこと聞いてます。でもほんまに究極になったら染めちゃうかもしれないね。ね、今何色分からへん。でも結構ね、オリーブ系に暗くしてたんですけど、赤くなってきやすいよね、落ちたら。なんか普通に茶色って感じかな。染めないで暗くしますよ。暗くするよ。イヤリング可愛い、嬉しい。このイヤリングマジずっとさ、何年前から、2年ぐらい前から使ってんじゃん。ちょっと言い過ぎたかもしれんけど、1年前からは使ってる気がする。雨じゃない、ミンティア噛んだ、バレた。ただいま16分。え、合ってる今の時間。うん、16分。リボンが可愛い、嬉しい。あ、てか鼻ってかてかやな。ん？森山さんの釣り方めっちゃ良かった。嬉しい。なんか今日はね、王道で攻めましたね。今日の夕方 NMB はなんかふざける人しかおらんかったからさ、そう、一人ぐらい真面目な。そうそう、ラジオが生きたね。ヘンヤンからコン入れてないですよ。ダガーン、ココナタンムムムって言ってた。マジで、あいうえお作文でもなんでもない。さすが梅山氏、さすがですね。ちょっと何言ったか忘れたもん。いやいや言いたくないよ、恥ずかしいよ。誰もボケる人がおらんかったら、まあ、あんまボケられへんかもしれへんけど、そうね、難しい。そう、顔面ラップのプロなんです、夕方 NMB ではね。今日マスク買えたの？マジ？どこに売ってたん？ほんまにどこにも売ってない。え、でもなんかこの間お父さんがコンビニ行った時にたまたまちょうど入荷したところで売ってて、でもその後なんか他の人が行った時はもうなかったって言ってた。ね、なんか不意にあったりするよな。これがビリビリです。作ったマスク編んで使ってますよ。ここにある、ちょうどこの間ドンキにあった。あ、ナンバ、あ、取れた。ナンバのドンキにもあるけどさ、
あの50個入りとかなくない？箱売りとか。可愛くないこれ普通に。ネットで買った。え、ネットめっちゃ高くないですか？近所で50枚入りで5,500円。それは高い。ネットの方が安いんじゃん。この間200個買ったで、やば。でもさ、ネットいろいろ見てたけどさ、なんかこれでほんまに大丈夫って思っちゃうのとかあるよね。効果あるんかなみたいな。ないですか？結構思ってたんやけど。コストコでもあんま売ってる。あ、そうなんや。コストコ。でもそう、コストコが危なそう。コストコの65枚で600円。それ絶対危ないやつやん。大丈夫な。なんかさ、この前とかはほんまにその箱売りで500円とかで全然さ、ちゃんとしたので売ってたのにさ、なんかもうそれ、そのちゃんとしたやつが今4000円とかじゃないですか。でよくわからんのがなんか2500円とかで売ってるけどね。え、確かに原価が上がってるもんな。え、もう少しでシャープがネット販売する。そうなん、シャープ。なんかでもシャープ販売するんや。なんか国に全部あげるからみたいな感じかと思ってた。でもこれからどんどん増えてきそうね。あ、お城来てる、ほんまや。お、フィリップ、ありがとう。やっほー、ありがとうございます。でもほんまにこう手でどっか触るだけで危ないからな、気をつけないと。ミンティア何味？ミンティアはあの青いやつ、これ。あ、取れる、カバンが。これです。これ何味？フレッシュブルー。リフレッシュブルーやった、間違えた。リフレッシュブルーです。よく買えて、なんかシルバーのやつといつも悩む。結構スッキリタイプが好きなタイプなので、甘いのね、あんまね苦手なんよ。なんかミンティアの意味が自分の中ではなくなっちゃうから、結構口になんかスッキリさせたい時にミンティア食べることが多いので、シルバーか青が多いかな。うん、一時期でもピンク食べてたで。何やっけピンク、忘れちゃったけど。でもこの大きいやつが好きです、私。5分持つみたいなやつ。もうすぐ30分。それはやばい。今22分、23分になったらランキング読みます。大丈夫、ここに iPad があるから。時間はまあ大体。タワー、ありがとうございます。すいません皆さん、そんな一瞬で終わっちゃうのに。お、竹蔵くん2本もありがとう、ありがとうございます。アイアン爽やかな香りしそう。あ、でもなんか甘い香りじゃないかもしれない。あ、でもマクシカイはちょっと甘い時もあるかもしれないです。ちょっとね、まあでも好みによると思う。普段はそういうのあんま好きじゃないから。そうだから結構柑橘系とか爽やかなのが多いですね。そうそう、23分になりました。ランキング読みます。とりあえずじゃあ13位いきます。大ちゃんさん、ありがとうございます、ありがとう。11位、滋賀のじゅんさん、ありがとうございます。滋賀のじゅん、はい。そして10位、みろおしまささん、ありがとうございます、お久しぶりで。はい、9位、としやさん、ありがとうございます、ありがとう。8位、峠さん、ありがとうございます、ありがとう。7位、えじ a.k.a えじまるんごさん、ありがとうございます、ありがとう。はい、6位、さよまる、ありがとう、やっほー。はい、そして5位、ハリーポッターメガネの
ひげおじさん、ありがとうございます。ありがとうございます、いつも。はい、そして4位、ようじさん、ありがとうございます。ありがとう。はい、そして3位、ライフさん、ありがとうございます。やっほー。そして2位、ゆうやくん、ありがとうございます。ありがとう、いつも本当に。あ、これさ、絶対さ反映されてなくない？とりあえずこのランキング見ますね。はい、いきます。1位、あやか、今日もお顔が最強天才フィリップさん。ありがとうございます。長いね名前長いね。ありがとうございます。え、これさ、多分ランキングさ、あ、時間かかるんや、反映されんの。竹蔵くん、ありがとう。でも本当にこんな短い時間なのにね、タワーいっぱい投げてくれてありがとうございます。はい、すっごい、ちょっと私が急に時間ができたのに配信してみたみたいな配信だったんですけど、ありがとうございました。皆さん本当に普段よりテンション高めやったんかな、わかんないけどはい、ということでちょっと今からお仕事頑張ってきます。皆さんもゆっくりしてください。もう私も在宅みたいな感じやで、在宅、みんなと一緒よ。はい、ではまたね。ありがとうございました。バイバーイ。